皆さんこんにちは。非常識な経営コンサルタント高橋貴子です。この度はこちらの動画ご覧になっていただいてありがとうございます。今回ですね、6月に、キックオフ関西さんの方ですね、セミナー登壇が決定いたしまして、こちらの動画ではちょっとその内容ダイジェストで見どころをお伝えしたいと思います。私は作家としては、こちらの本ですね、5冊、出版をしておりまして、主に自宅の教室の先生のための集客のコンサルをしているので、そういった領域の本がとても多いです。で、今回は、この感情時間術の後ろに続く、3部作の2個目ということで、感情価格術という本を出版することになりました。発売は7月、一般発売は7月になるんですが、今回はなんと先行で会場に来た人にはまだ本屋さんで発売されていない感情価格術の本、なので表紙がまだ決まってないんですけど、感情価格術の本を、会場でお渡しするというスペシャルなプログラムになっております。感情価格術は、女性向けで主には書いているんですけど、もちろん男性の方でも構わないんですが、価格というものをロジカルに組み立てていく方法ではなく、感情で価格を決めていくときにどういうプロセスを持って決めたらいいのか、つまり値決めができない方の簡単に値決めができるようになるという価格の新価格の設定法というね、ちょっと変わった切り口で書いてある本になりますので、いつも値段が決められなくて困るっていう、中小企業の方、女性経営者の方、教室の先生、皆さんにすごく助けになる本になるんじゃないかなっていうふうに思っております。そして今回ですね、ちょっと私がわがままを言いまして、私 の、 セミナーっていうのがちょっとライブ感覚でやっているものが多いので、ライブセミナーという名前のものが多いので、そのエッセンスを取り入れられないかということをお願いしてみまして、なん と、今回音を出せる会場を借りていただきました。ということで、セミナーはセミナーでやりますと同時に、音楽もちょっと楽しんでいただけるっていう一風変わったですね、関西キックオフ版の、ライブセミナー、サックスライブがちょびっとだけ何曲か吹かせていただくというものをさせていただきますので、衣装も当然何かしらの衣装を着させていただきます。なので、目で見て耳で聞いて、学びを吸収する、楽しめる超盛りだくさんな会になっておりますので、関西初の試みということで、ぜひ楽しみにご参加いただければなというふうに思っております。会場で皆さんとお会いできることを楽しみにしています。それでは。